こんにちは、アンゴルです。今回の話題はこれです。ドーン。トルコは財政破綻してビットコインが爆上げするのか。日本は大丈夫か。ニュースドーン。トルコのインフレ指数が24年ぶり高水準に。ビットコインのピアツーピア取引量は増加傾向。同国の法定通貨リラは2021年9月以降下落が続いており、それ以降仮想通貨の取引件数が大幅に増加している。多くの市民が資産を仮想通貨に移しているとみられる。地図ドン。トルコはヨーロッパとアジアをまたがる国で、北は黒海、南は地中海に面しています。国土面積は73万平方キロメートル。日本の面積の約2倍です。人口は約8500万人。日本の人口の約 0.7 倍です。トルコには世界遺産がたくさんあるのと、世界有数の観光大国として有名で、コロナ直前は年間約5000万人の外国人観光客がいました。トルコは日本と友好的な国の一つで、明治時代にトルコの軍艦が沈没した時、日本人が救助したことをきっかけに仲良くなりました。トルコ語は日本語と語順が同じなので、言語にも親しみやすさを感じます。そのトルコのインフレ率がえらいことになっています。チャートダウン。バスタブ曲線。これは1961年から現在までのトルコのインフレ率の推移です。おなじみインフレは物価が上がること、言い換えると通貨の価値が下がることです。そしてインフレ率は、1年間で消費者物価が全体的に何パーセント上がったのかを表した数値です。例えば、インフレ率が 5% だったら、平均的に100万円の商品が1年間で105万円に上がるイメージです。インフレ率の理想的な値は、経済発展の観点から 2% 前後が望ましいことが歴史から分かっています。しかし、2% を大きく超えると、物価の上昇に賃金の上昇が追いつかずに生活に困窮する国民が増えて、経済が混乱しやすくなります。グラフを見ると、トルコのインフレ率は高いことが多く、過去最高は1995年1月につけた 125.8%。 1980年が過去最高というデータもあるので、2000年より前の数値は参考程度にしてください。トルコのインフレ率は2000年までは余裕で 20% を超えていましたが、2003年に 20% 割り、その後15年間 10% 前後で推移しました。そして2021年11月に 20% を超えた後、ものすごい勢いで上がっていき、2022年6月に 78.6% をつけました。 78.6% 以上つけたのは1998年9月以来の23年9ヶ月ぶりです。ちなみに日本の今年5月のインフレ率は 2.5% です。トルコの国民は毎日のように全てが値上がりしていく急激なインフレに苦しんでいて、食品もエネルギーも数ヶ月で数十パーセント値上げのような非常事態になっています。ここまで急激なインフレが襲っている主な理由は、トルコの法定通貨のリラの暴落です。チャートと、これはドル建てトルコリラのチャートです。1990年5月の価格は382ドル。最初は固定相場制で価格を計画的に下げていき、2000年のトルコの金融危機を機に2001年に変動相場制に移行しました。変動相場制になった後の半年間でトルコリラの価格は半分以下に暴落しましたが、2013年までは 0.5 ドル以上を維持していました。ズーム。しかし、2013年以降は長い下降トレンドに入ります。2013年1月の価格は 0.572 ドル。2022年7月の現在価格は 0.057 ドル。9年間で 90% ドル。自国通貨の価値が下がると、輸入品を買うために必要な自国通貨の量が増えるので、国内の物価が上がりやすくなります。例えば、自国通貨の価値が半分になると、今まで外国から輸入していた材料費が2倍払わないと調達できなくなるので、輸入コストが増えた分、国内の販売価格を上げなければやっていけなくなるイメージです。このように、ものすごい勢いでトルコリラの価格は下がっていて、それがインフレの勢いに油を注いでいます。トルコリラの下落がこれほど強い理由は、中央銀行が金利を下げる政策を取り続けているからです。
通常はインフレが加速したら中央銀行は金利を上げて景気の過熱を抑制するとともに自国通貨の下落を食い止めますが、トルコのエルドアン大統領は金利を下げればインフレが収まるという独自理論を掲げ、中央銀行に加入して金利を下げる政策を取りました。しかし金利を下げてもインフレは収まらず、トルコリラの下落は続きました。そこでエルドアン大統領は金利を上げずにインフレを食い止める方法を考え、2021年12月にリラ建て預金保護を編み出しました。リラ建て預金保護はリラで定期預金をすると預金期間中に為替変動により損失が発生した場合、損失分を政府が補填する制度です。例えば100万リラを定期預金で預けて、預金期間中に自国通貨の価値がドル建てで半分になったら200万リラプラス利息がもらえるイメージです。保護対象は3ヶ月から12ヶ月コースです。ステーキング大作戦。この政府の発表によって2021年12月に最安値から1日でプラス 75% の急反発をしましたが、反発は一時的で再び下落に転じ、2020年6月に終値の最安値を更新しています。次っと、これはローカルビットコインという個人同士で直接取引できるサービスとトルコリラ建てビットコインの週間ボリュームです。右側を見ると2022年3月19日の週に180万リラをつけています。180万以上は2017年以来の4年4ヶ月ぶりです。ニュースでは取引量が増加傾向と説明していますが、他の週を見るとあまり増加しているようには見えません。次っと、これはビットコインの出来高20日平均の変化率です。バイナンスのトルコリラ建て、ユーロ建て、ドル建てのビットコインについて2021年1月1日の出来高平均を 0% として、現在まで何パーセント変化したのかを表したものです。ドル建て、ユーロ建てともに現在はほぼ 0% ですが、トルコリラ建ては2022年5月から大きく増加して6月末に 650% をつけています。 7.5 倍。以上から、トルコのインフレと自国通貨安の影響でトルコ人のビットコインの需要が高まっている可能性があります。ビットコインの価格は為替レートをもとに全ての通貨建てが同じ価値になるように価格が動くので、ある国の法定通貨が暴落したら、その国の法定通貨建てビットコインの価格は爆上げします。ひょっと、これは法定通貨建て別ビットコインの価格上昇率ランキングです。2021年1月の価格を基準に2022年7月の上昇率が高い順に並べています。同じ色の行は同じ国の法定通貨です。トルコリラ建てはプラス 41% の4位に上がりました。トルコリラの下落が強いことが分かります。1位はスーダン、2位はシリア、3位はリビアです。今月7月に破産宣言をしたスリランカのルピー建ては5位です。日本円建てはなんと16位まで上がってきています。次っと、これは2021年の資料ですが、新興国の資金流出と為替減価の体制を表した図です。右上に行くほど体制が弱いことを表しています。トルコは外貨建ての借金の比率がなんと 90% を超えているのと、外貨準備は減少しているため13カ国の中で一番体制が弱くなっています。なのでドルの量的引き締めによる資金の逆流にトルコが耐えきれずに財政破綻してもおかしくありませんが、このまま世界インフレが収まるまでハイパーインフレで国民生活を犠牲にしてでも利下げの政策を続けるなら、トルコリラの取引ができる限り財政破綻は回避できると考えられます。下手に金融引き締めに舵を切ると景気を冷やし税収が減って危険です。一方、日本は国債の全てが円建て、外貨準備は世界2位の多さなので、危機体制はかなり強いです。しかし日本政府の債務残高の GDP 比がベネズエラの次の世界2位という巨大規模のため、金利を上げると利払い費の増加で債務残高が膨張し始めるので、日本政府は景気が回復するまでは絶対に利上げができません。そのためアメリカの金利がこのまま上がっていった場合、日本国民は円安進行で物価がさらに上がることを確保する必要があります。以上、トルコは財政破綻してビットコインが爆上げするのか、日本は大丈夫かでした。この動画が面白かったらグッドボタンします。富岡さん、ご視聴を見極めるためにチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。